水谷武子は、日本の漫画家、挿絵画家である。水谷武子とも、梅津和夫のデビュー作、森の兄弟を合作したことで知られる。詳細な生年月日は不明であるが、1930年代、京都府京都市に生まれる。1946年、小国民新聞に掲載された、手塚治虫の、ー、まあ、ちゃんの引き帳に衝撃を受ける。1951年、 デビュー以前、神戸市在住の中学生でのちにギャラリストとなる、西岡津富、富山県高岡市の藤本博士、奈良県五条市の梅津和夫、のに CM ディレクターとなる、西久保博光らと共に、海満クラブの設立に参加する。1954年、月姫物語でデビューする。牧宮子と共に、時はそうに出入りしていた。 森の兄弟の復刻版が2005年11月20日に発行されたので、それに協力した松本霊児が水谷に増本して自宅に電話している。翌日、再度電話したところ、電話を受けた実定によれば急に既得状態に陥っており、電話には出て話したが、それが水谷の最後の言葉であったという、70歳前後の没。 国立国会図書館蔵書を中心とした主な作品の一覧である。特筆以外は水谷武子名義である。ありがとうございます。